誰にも負けないぐらいラグビーが好きで、1週間ラグビーしない日はなると、なんかもう早くラグビーしたいって思っちゃう。ラグビーに青春を燃やす14歳、下吉田中学2年、柏木あずき。柏木選手は先月フランスで行われた7人制ラグビーの15歳以下の国際大会に日本選抜チームとして出場。決勝まで勝ち上がるとニュージーランド相手に2トライ、初代女王の座に大きく貢献しました。まさか日本が優勝できるとは思ってなかったので、本当に嬉しかったです。自分のフィジカルにも自信がついてきて、タックルされてもあまり倒れないようになりました。ラグビー経験者の父の影響で、小学1年生の時にラグビーと出会った柏木選手はすぐさまその面白さに取りつかれ、今では3つのクラブチームに所属、大好きなラグビーに明け暮れています。所属クラブの一つ、中学生年代の富士インフィニティラグビーフットボールクラブでは、空いているスペースを見極める視野と巧みなステップワークを武器に得点を量産。チーム唯一の女子選手ながらトライゲッターとして活躍しています。すごい頼りになる選手です。あずきがいてトライまで持っていけたっていう場面もいっぱいあるし、すごい影響力は大きいと思います。足も速いしステップも切れているので、試合にとっては必要な存在です。僕が女子の場合だったらここまでできてないと思うので、やっぱすごいことだと思います。男子がやっぱりプレーが上手なので、すごい勉強になります。やりづらいことがあったりするんですけど、それでもグラウンド上に立ったら男女とか学年とかは関係ないので、自分を出し切って頑張ろうって思ってます。さらに柏木選手には男子選手顔負けの得意技が。ステップもそうなんですけど、やっぱジャッカルも得意です。ジャッカルとはタックルで倒れた選手からボールを奪うプレーのこと。ワールドカップで日本のキャプテンを務めた姫野選手の代名詞です。1回入ってから、もうそこからどんどん入り方のコツが分かるようになっていって、入れるようになりました。決め手になってくる時もあるので、打つ時は本当にもうシャーで声に出して喜ぶぐらいです。嬉しいです。男子もうかうかしていられないという、そんないい影響を与えてくれています。本当に強くなりたいっていう、そういう気持ちがすごい現れているというふうに思います。将来ですね、日本を代表する女子の選手になってほしいというふうに期待しております。さらに小学生の頃から所属する県内唯一の女子ラグビーチーム、山梨シャインズも柏木選手に大きな期待を寄せています。世界に行ったってことで、仲間たちもすごく喜んでますし、あずきさんを見て私も頑張ろうっていう風になってくれたら嬉しいなって思います。山梨から、ね、日本代表が出たら本当にもう嬉しいと思うので、はい、ぜひ応援したいと思います。将来は15人制でも7人制でもどちらでも活躍できる日本代表選手になりたいです。ここから先もっと全国とか大会でも活躍していって、成長できた姿っていうのをこれから見せていきたいです。そんな柏木選手には目標とする存在がいます。7人制ラグビー女子日本代表の平野夢選手。小学2年生の時に初めて出会いました。すごい優しかったし、しかも上手いしっていうので、平野選手に出会ったから日本代表になりたいって思ったので、その選手に追いつけるような選手になれていいなって思ってます。憧れの背中を追い求め、日の丸を背負った柏木選手。山梨のラグビー界をさらに盛り上げるため、これからも夢へトライし続けます。私がここで活躍して、山梨の女子ラグビーもっと盛んにしていきたいなって思います。日本代表はすごいなるのが難しくて、夢みたいな存在になっちゃうんですけど、それでもその夢に向かって頑張りたいなって思ってます。